今日はですね、山中くんに簡単に作れるラーメンのレシピを、ラーメンのラーメンのレシピを作れと、考えろと言われたんで、ちょっと今考えてます。もうこれね、うまくいけばの話ですけどね、今ちょっとここスープタイハーさん、ここでねスープを炊いてます。すごい匂いがしてるんですけどね、これね、ここね、で商品化になるかどうかは分かりません。とりあえずね、こうそんなにこう難しくなく簡単にできる方法でということだったんで、今考えてるのがこれ牛すじですね。わかりますかね。こうアク持っちゃうな。ちょっともうアクを取らないといけないんですけど、牛すじでとりあえずはちょっと火力が強い。炊いていこうかなと。でね、ほんとね、なんかもっといろんなものを入れたいんだけど、まあ、簡単にっていうことなんで、これまず試作なんで、これがうまくいけばまたなんかこうこっからどう足していくかっていうのを考えているんですけど、まあ、ちょっとだけスープをねカップに入れて味付けしてね、どうなんだろうってやってみたんだけど、これね、堀西さんのスパイス、ね、これよくお肉に合うんで、肉とよく合うラーメン、それもなんか変な話だけど、まあ、とにかく、まあ、牛肉で美味しくいただけれるラーメンを作ってみようかな。ちょっとね、これがなかなか手に入りにくいっていうのがあるんで、これどうなんかなっていう話もあるんですけど、とりあえず一回これで作ってみようと思います。もしもし、あ、お疲れ様でございます。あの、ヤブさんね、明日ってもう観音店の前を通るご予定とかってないですか？ありますか？じゃあですね、ちょっとで申し訳ないんだけど、麺を分けていただけないかなと思いまして、今ね、牛すじのスープを炊きおるんですよ。はい。んで低加水の中細か中太かどっちかなって悩んでる。どう思います？あー、いいですよ。じゃあそれで10玉。はい。で、よろしくお願いします。麺の調達をしました。